じゃあ授業というのを展開していまして、その中からその普及事業も決まっているのでありまして、その電話79-9005、79-9005、宮古島未来エネルギー。戸建て住宅とか各事業施設に太陽光、蓄電池、エコキュート、あと EV 充電器などを置いてですね、オンサイトでエネルギー供給をする、事業体です。で太陽光が主力の、エネルギー源となることもあるんですけど、いかんせんこう変動性電源ですので、それをうまく監視制御するために、ネクステムズが、コントローラーを、各その需要サイトに置いてですね、日々ずっと制御し続けるということを、行っています。で我々の宮古島で行っている事業としては、この宮古島未来エネルギーのようなですね、普及をさせてオンサイトでエネルギー供給する事業体と、それをしっかり制御をし続けて、うまくその地域のエネルギーバランスをミックスしていくというネクステムズの2社が両輪となってですね、普及を進めていっているという事業です。でちなみに今年度中にはですね、久米石垣島にも、あるいは久米島でもですね、こういった宮古島未来エネルギーみたいな会社を立ち上げたいと思ってますし、沖縄本島もそれに類するような事業体を立ち上げていこうと思ってます。で各島々にそういった事業会社を立ち上げるわけですけど、監視制御するというのは全てネクステムズが統括してやっているということです。で私は、沖縄電力グループにかれこれ、25年ぐらい前に就職しまして。沖縄エネテックというところを20年間やってきましたけど、5年ぐらい前に独立してですね、今この事業を推進していっているところです。でなぜ宮古島なのかっていう点なんですけど、宮古島は、非常に風光明媚なきれいな島ではありますけど、非常に過去30年間から見るとですね、やっぱりその環境汚染、環境破壊というのが進んでいってるようでして。あと山川がなくてですね、サンゴ礁が隆起した島で、その地下水があるんですけど、地下水が一時期、大体その40年ぐらい前ですけど、人間が飲めないわゆるその表土はサトウキビ畑があって化学肥料をバンバン撒いてしまった結果として、地下水が非常にその汚濁してしまってですね、人間が飲めなくなる一歩寸前まで行ったということもあって、やっぱりその環境とエネルギーっていうものをしっかり考えていかないと、この島で持続的にいつまでもこの島で住み続けられるようにするためにはそれは必要だねっていうことで、標語としても 1,000 年先の未来へ向かってですね、第一歩を踏み出そうというような形で、今、5つのゴールっていうのを設けてます。本当は SDGs 17項目ぐらい設けたかったはずなんですけどとりあえず島の人たちが分かりやすい5項目ということで、設定しています。で我々その中でもですね、エネルギー自給率を高めようと、自給率を高めるっていうアプローチの仕方はさまざまあるんですけど、別に再エネに特化しなくてもいいんですけどね、この島ではやっぱりその風車よりは太陽光の方が、今現段階としては非常に取り出しやすいと考えていて。自給率を高めるための方法論として、太陽光の普及を考えているという感じです。で具体的なプランとしては、このような形になって、安定的でより持続的でより低コストなエネルギーをお届けしたいと思っています。エネルギーが潤沢にこれまで通り使えるようにするためにはどうしたらいいかということを考えています。でそのためエネルギー自給率は現在ですね、2016年現在でもう 3% に満たない状態です。それを2030年までに10倍ほどの 22% まで、2050年には 50% 近くまでエネルギー自給率を高めたいと思っています。でその、ね、下の方にこう一覧表がありますけど、もちろん太陽光をどかどか入れるっていうわけではなくて、一部はやっぱりその省エネも努力していきますで努力しないといけませんし、その運輸にかかるエネルギーですね、いわゆるガソリンとかですね、あと軽油なども減らしていくために EV の普及も考えています。で風車もですね入れたいと思ってるんですけど、とりあえず沖縄のその強大化する台風に対抗できる風車ってだいぶ少なくなってきていて、正直羽が折られるっていうのはよくあるんですよ。なので、今の技術だと結構普及はまだ難航するのかなと思ってます。ただ、まあ、2050年までですと、まあ、知恵のある人たちが出てきて、何かこう技術的なブレイクスルーがあって台風にでも強い風車っていうのができると、そこがまあ稼ぎ頭にもなるかなと、まあ、私の試験ではありますけど、夏は太陽光、冬は風車を考えていて、再エネ率あるいは自給率を上げたい、再エネを導入してっていうことを考えるんであれば、やっぱり太陽光と風車どちらも入れないといけない。でも風車は夜も発電できますので、まあ、太陽光2に対して風車は1ぐらいの割合で、まあ、太陽光2000kW 入れるんだったら風車は 1000kW で済む、まあ、夜も発電できるんでっていうような入れ方をすると、割とその年間を通じた再エネ利用率、再エネ発電率っていうバランスは合ってくるのかなと思ってます。まあ、そのような形で、自給率を引き上げていきたいと思ってるんですけど、この円グラフにあるようにですね、今現段階でその、島の中、非常に島なんで区切られた形で入ってくるエネルギーってカウントしやすいんですけど、そのうちの半数以上が電力用の、発電用燃料として使われています。であと、運用のガソリンとかですね、あと軽油、あるいは LP ガスなどがありますけど、再エネはですね、この島では、まあ、まだ、エネルギー量としては 3% 未満しかありませんので、まあ、このような割合にしかなってないんですよ。ただ、もう島の中でですね、太陽光がいっぱい入りすぎていて、既存の発電所は、まあ、佐渡島と一緒でディーゼルエンジン発電機なので、通常そのボイラー蒸気タービンのような気力発電所と違い、エンジンなので俊敏に動くですね、応答性が速い、幽霊に強いはずなんですけど、もはや太陽光に今現段階でついていけないような状態になっています。今例えばその、島のマックスの、電力需要はだいたい60メガワットほどで、ボトムがだいたい25メガワットほどあります。太陽光がすでに、24メガワットぐらい、はい、入っていて、まあ、全部がいっぺんにフル出力を出すはずはないんですけど、にしてもやっぱり春先とか秋口、需要沖縄だいぶ冷房負荷があるので、春先と秋口は負荷が低いんですね。40とか45メガとかしかないところに太陽光が、まあ、20メガワットぐらい入ってきたりして。でそういうのが変動を起こすと、もうもはやそのディーゼルエンジンの応答性の速さでもですね、対抗できないんですよ。なので非常に厳しい状況です。でそれをうまく太陽光の余剰を吸収するような、そういうなんていうんですかね、自給一体となったような、そういった制御が必要になります。それを我々は自給一体となったものを普及させて、しかもそれを制御するということをやってる。で次のスライドいきます。で私、まあ、下の年表がありますけど、我々はその宮古島のスマートコミュニティ実証事業というのは、かれこれ10年間やってきました。2011年からですね、今年で10年目を迎えます。まあ、今年でまあ晴れて、まあ、卒業という形でですね、まあ、この事業を閉じる予定です。まあ、集大成を上げるべく、今、将来必要な技術を、まあ、今年度しっかり磨き上げ終わるということを今やっています。で具体的にこの10年間何をやってきたかというと、最初の5年間はですね、見える化実証みたいな形ですね、電力を計測して見える化して、計測した結果をお客さんにお渡しして、で省エネした方がいいですよとか、あと今節電してもらえませんかねっていうのをメールで送るとか、でそういうことをやってきましたけど、やっぱりその電気は周波数 60Hz っていうものを守ったりするためには確実性がないとですね、なかなかうまく制御できないんです。省エネやってくれるだろうと思ったらやらないしっていうのは語弊がありますけど、節電要求を出してくれて節電頑張ってくれているはずなんですけど、逆に需要量が上がったり、やっぱりその電気ってなかなかその一般の方は詳しくないので、節電依頼したらですね、照明は消して暇なんで洗濯機を動かすみたいなそうですね、そうなるとやってる感は出るんですよ。やってる感は出る、お客さん側はやってる感は出る、ただしエネルギーとしては増加してる、逆転してる、だからそういうことをうまくこうそういうのをまた是正することもやったんですけど、その時一生懸命その普及啓発みたいな、まず理解してもらおうということもやってましたけど、なかなかやっぱり理解していただくまでにはアプローチが遠い。いまだにですね、10年間やってきましたけど、いまだにですね、しっかり理解させようとするのは目処が立ってないです。なので逆に言えば何もなんかこう協力を要請しなくても自然にできている、そういうことをやらないといけない。相手の理解度に依存しないとこのエネルギーバランスが整わない、これはもはや無理なんじゃないかなと思います。でなおかつですね、省エネについてはあれです、やっぱり暮らしの豊かさ、快適性、かっこいい、かわいいっていうのは響くんですけど、光熱費いくらですかっていうのを答えられない人たちに500円1割安くなります、1000円安くなりますって言ったって刺さらない、響かないんですね。でそれがまあ、インセンティブにならないっていうのはかなりもう全国的にも、まあ、理解されているところなんですけど、まあ、その人たちを巻き込みながらいかにそのエコなその太陽光を普及させて、しかもその、エネルギーバランスを整えていくかということに非常に苦戦していた時代でした。でそこで2016年から何をやったかというと、まあ、もはや太陽光はかなり安くなってきて主力電源になるぐらい発電コストは落ちるだろういうことがはっきりまあ見えてもきてましたし、どうやら電力自由化っていうことになって、その小売りがいろんなところでできるようになるだろうということも言われましたし、あと IoT っていうものがどうやら日本に上陸するらしいよみたいなことも見えてきていて、じゃあなんとなくこううまく組み合わせたら太陽光で発電しながら、それは IoT でうまくこうつないでコントロールして。もうちょっとした通信料金も携帯電話で月額5000円とかではなくて数十円ぐらいになるんじゃないかとも言われてたので、そういった安い通信を使いながらうまくコントロールすれば、もしくはそれをそのビジネスとして小売事業のような形で織り込みながらやれば、うまくこうそのエネルギー自給率の向上につなげられるんじゃないかと思ってモードを切り替えたのが2016年でした。その時に私は今までいた会社、サラリーマンを脱サラしてですね、それとベンチャー企業を立ち上げたという形です。で、最初にやったのが、まあ、太陽光とのコントロールというよりはエコキュートを昼間動かして太陽光の吸収源にしようと。どこまでエコキュートはコントロールできるのかと、消費電力の上げ下げはできるのか、オンオフはできるのか、そもそも夜間にしか動かないエコキュートを昼間に動かすということができるのかということのチャレンジでした。で、2017年はエコキュートのみならず蓄電池も来そうだと。で、蓄電池のコントロールはどこまでできるのか、そもそも太陽光発電自体もコントロールできるのか、監視はうまくいくのかとか、あとコントローラーってやっぱりそのタック内に入れてしまうともう我々がもはやアクセスできなくなるので、屋外に設置できるコントローラーはないので、まあ、なかったので開発せざるを得なかったんですけど、まあ、そういうことを17年までやってました。で18年からそれぞれできるようになってきたので、ある意味見切り発車のところもありましたけど、普及事業を進めてきました。2019年、2018年、2019年にやってきたことは太陽光とエコキュートの普及というのをやりました。それなりにそのエコキュート今150台ぐらい島内で我々が抱えていますけど、やっぱりちょこちょこ、大半はうまくいくんですけどね、ちょこちょこイレギュラーケースでトラブルはあるんですよ。お湯出しっぱなしとかですね、単純にお湯出しっぱなしで湯切れしちゃうとかですね、そういったのもあったりして、いろんなトラブルケースに対応しながら、もっとじゃあお湯出しっぱなしの時にはアラートを立ち上げようとかですね、そういう工夫、制御との一体、復旧と制御の一体、そういう高度なことを言ってるわけじゃなくて、さまざまなケースに対応するためにやっぱり運転してるといろんな人がいるので、いろんな事象が起こるんですね。でその起こった時にどう我々がシステムの中で対応できるようにするかっていうのをいくつかフォローしてきました。で、2020年今年度からですね、ある理由があってのちょうどお話しますけど、太陽光と蓄電池をもう標準にしようと。でプラスエコキューブはオプション、プラス EV 充電器もオプションっていうことを考えています。だからあれなんですか、使い勝手と電気の調整っていうのの2つをいかに一番快適にバランスよくやっていくかっていう感じの蓄電池をメインでしたね。はい、1つはですね、光熱費に対して無関心度合いが非常に強いので、そもそも自分がお湯を使うのにガスで沸かしてるのか灯油で沸かしてるのか知らない人たちがいて、で月額いくらですかっていうのを答えられない人たちが多いんです、はい、でそういう人たちに太陽光ってエコ給湯であればですね、エコな電気になります、光熱費が安くなりますっていうアピールなんですけど、これはまず響かないんです。とりあえず毎月支払えてるその光熱に対してそこまで切迫感がないんです、ね、ただ蓄電池は毎年停電が34回襲いかかってくるので、蓄電池はレジリエンスの観点で皆さんの欲しがってるんです。停電はあるみんな聞いたんですけど身近に感じてることなんですね、はいはい、もう停電の時に非常に苦労してるので皆さん耐えてますけどね、毎年来るので耐えてますけど、毎年伝統停電来ますので、台風ですけどね、はい、来るので耐えきれる力を持ってますけど、もうどうにかしたいと皆さん思ってます。なのでその復旧のアプローチとして蓄電池はいいなって思ってる点が一つです。でもう一つは後ほどお話ししますけど、太陽光は変動性電源で電気が余剰電力が余る。で昼間ひょっとしたら行き場がないっていう状態になってきてますけど、局所の部分部分の配電系統で見ればですね、電圧上昇というのを起こしていて、この電圧上昇を回避するために通常太陽光のパワーコンディショナーが、電圧をそれ以上上げないようにするために自分の出力を抑えに行くんですね。で我々は復旧させてきたから分かるんですけど、ずっと見比べてますから何十箇所の成績を見比べてますから分かりますけど、ひどいところだと日中 75% ぐらいずっと電圧上昇抑制食らってます。でせっかく太陽光を入れたらいいんですけど、だんだん普及に伴ってですね、たくさん普及してくるとみんなが電圧上昇の要因になって、たくさん入れたはいいけどみんな動かなくなってくるんですよ、だんだん発電しきれなくなるので、蓄電池でエコキュートでも一応できるんですけど、蓄電池の方がもっと細やかにそういうので余剰を吸収して電圧を抑制するということができそうなので、はい、蓄電池が太陽光と蓄電池をセットしておかないとですね、たくさん普及していった時にもう発電できなくなってしまう、電圧が上昇してしまって、ステップがちょっとアップしたら逆にそういう新しい課題が出てきて、新しい課題がすぐ出てきます。これは都でことを始めをしたのは非常に私正解だったなと思ってるんですけど、この島の各国の環境の中でまず普及してちゃんと運転ができるか、長期間っていうのもありますけど、電力系統が小さいので非常に何ていうんですかね、一気に普及シェアを上げていけるんですね。普及シェアを上げて、はい、本土でやるよりももっと速度が速く、シェアが広がっていく、増加していくという点と、やっぱり課題がその分早く見つかってしまうんです。なので宮古でやってる特徴があります。佐渡島でも宮古と同じような規模感ですので、ひょっとしたら一生懸命頑張ればですね、5年とか10年ぐらいで理想的な形にたどり着いてしまうんです。でその時に今、世間一般ではその話題になってないような課題がどんどん出てくると思うんですね。それは多分解決しないといけない。次のスライド、戻ります。でそこで、私はですね、宮古島未来エネルギーという会社が、機材を普及させて、でネクステムズという会社でクラウドシステムを軸に太陽光をエコキューと家庭用蓄電池 EV 充電器というようなものをうまくこう日々監視制御していきながらこうバランスを整えていくということをやってます。いつも成績監視してますんで、どんな状態かっていうのを分かって、先ほど言ったような妙なトラブルに対してもなぜそれが起こったのかっていう原因追及をして、それが起こるのを防げないのか、防げるんだったら防ぎますけど、防げないんだったら起こった時の後対応を迅速にやれるような、そういったシステムのフォローっていうのを、ちょこちょこバージョンアップしながらですね、やってきてる。で私が目指すべきところは、まず社会コストを低減したいと思ってます。でこれは補助金に今多少頼ってる、まだまだ非合理性があるので補助金に頼ってますけど、ようやくですね、太陽光と蓄電池で補助金に頼らなくても、ご家庭の方に今、税抜き27円パーキロワットアワーというメニューを持ってます。太陽光と蓄電池であれば27円パーキロワットアワーの電気の料金というのが、今まで充電していた沖縄電力さんの電気料金とさほど変わらない。電気を多く使っている方であればですね、ひょっとしたら1割ぐらい安くなるぐらいの料金設定です。で、基本料金はあります。太陽光の電気なんで、いつでも供給できるわけではないので、基本料金を取らないようにしています。あくまでも重量料金のみですね。でそれが補助金なしでも、今年からできるようになりましたので、いよいよ我々としても補助金に頼らない、事業推進というのができるようになります。これは一言で言うと、いわゆるストレージパリティという領域に突入しています、我々の方ですね。で、そういった社会コストを低減して普及させたいと、誰かが負担する、補助金等も負担の一種類ですけど、補助金等も頼らずに、誰かが負担することもなく、その社会コスト自体を低減したいと思って、そこにほぼ到達し始めています。で、重要化メリットを最大化していって、書いてあることをですね、どちらかというと、電化することです。島なんで石油が取り出せるわけじゃないので、輸入に頼るんですね。そうじゃなくて、やっぱ島の中の、地産のエネルギーを使って地消していくということを考えたり、その場合にどうしても電気がエネルギー媒体になっていると、便利なんですよね。電気は何からでも作れて、何でもこう消費できるんで、だからオール電化っていうこともありますし、オール電化していきたいと思います。あと電力供給コストの低減ですね、佐渡島でも同じことが言えると思うんですけど、どこかのバックアップ、本州からバックアップ切れてませんので、島の中の電力供給が途絶えないようにするためには、予備力っていうのをたくさん抱えてるはずなんです、発電予備力、発電機をたくさん抱えるという意味ですね、予備機として。でそうしないとなんかこう観光客とか来るんですかね、島のピークがね、年間のうちのどこにピークが出るか分かりませんけど、ピークがスパンって出たときに、それをちゃんと超えられるような供給力が必要なので、予備力を抱えているはずです。この島でも夏の観光客がドカッと来るので、その時にピークがスパンって出るんですよ。ただ、普段はビタビタしか使わない、普段はあんまり使わないので、実は年間スパーンって出る一番ピークの最大値に対して、平均がどのぐらいかというと、もう 45% ぐらいです。沖縄本島も本州の各電力会社も大体65から70ぐらいですね。抱えているものは大体70ぐらいの利用率があるんですけど、こっちはもう瞬発的なスパイク上のピークが高すぎて、それに対応するためにまた発電機増設してますけど、で結局それの利用率って年間通してみると半分も使ってないんですよ。そんな状態。それが固定費として襲いかかってくるので、いつまでたっても離島は供給赤字。沖縄は、沖縄本島も含めて10の電力系統がありますけど、沖縄本島だけ黒字。でそれ以外の離島の電力系統は全て赤字。でそこに対してうまくこうじゃあスパイク状の負荷が出ないようにこううまくこうコントロールしてボトムアップとかピークカットをしてコンスタントにしていけば単純計算で言えばですね 75% ぐらいまで負荷率をアップできたいわゆるコンスタントにしていってどんどん 75% まで負荷率を上げていたらとりあえず宮古島の赤字は解消できるメドになっています。赤字額は年間25億円ほど宮古島だけで、再エネ主力電源化、やっぱりもう、自給率を高めるために主力電源化したいんですけど、主力電源化っていうことは、再エネだけの本当に頼れるのかっていう、非常に大きな課題をクリアしていかないといけません。そのためにやっぱり制御というキーワードが必ず必要になってきます。で、それを実際にどう展開しているかっていうのを今日ご紹介します。で私の方で考えた、中央の方で考えたリソースアグリゲーターと私の方でやってるエリアアグリゲーターの考え方の違いを整理しています。まずこれは電力供給システムネットワークをですね模擬している絵なんですけど、左上の方に、発電所がありましてその下に変電所があって。で高圧線で張り巡らされて多くの、ビルとかですね学校とか高圧重要化に供給されているで、どちらかというと左側が従来で右側に至るのに未来になっていくというようなイメージで書いています。で下の方は、低圧の配電線みたいな形で、通常トランスから、1軒とかあるいは10軒とか、低圧線配電線で電気が供給されていて今はそこにはあんまりないかもしれませんけども太陽光とかが入ってきている。でそこに我々太陽光とかエコキュートとか今入れていってましたけど、はい、今後はですね太陽光エコキュート EV 充電器を入れていってもはやこの中だけで分散型電源だけでエネルギーを供給し合えるようなそういったことを目指しています。でそうなると低圧の配電線の電気が流れなくなるんですね、はい、それどころか発電所動いていても電気を送る場所もなくなってくるかもしれません。でそういったところに例えばシェアリング蓄電池のようなものを置いて周波数の統括をさせたりいわゆる電圧源としてですね周波数の統括をしたり余剰電力の出し入れをしたりするような吸収源が地域で必要になるんじゃないかなとでなおかつ地域のレジリエンスにも貢献できるんじゃないかなと思ってます。このコンセプトをですね今地域マイクログリッドというような事業の中で来間島で展開しようと思っているものに切り出していく。それで未来像はそこで実証しようと思って、完成は1年後ですけどね来年8月に完成しますけどこういう未来系の姿っていうものはまさに来間島で実証しようと思っています。で我々はですね人々の暮らしに寄り添った毎日必ず使う民生用の負荷を、エリアアグリゲーターっていうのを毎日動かすんですね毎日VPP リソースアグリゲーターのようにずっと使わなくて3ヶ月に1点ぐらいポンとくるっていうようなわけではなくてエリアアグリゲーターって基本毎日動かしてるんです。だからゆったりとした整理ができます。だから監視はですね1分周期で監視してますけど状態監視してますけど制御は1日1回スケジュールを渡す今日も渡す明日も渡す明後日も渡すっていうような形で毎日必ず動かします。だって暮らしを支えてるエネルギーのスケジュールなんで毎日使ってあるんですね。でそれは毎日そういった運用をしますよと毎日の需給計画を、一般送配電事業者と連携しながらバランスを整えていく、どちらかというと明日の需要トレンドを形成するようなそういった作業を毎日やっている。それと比べてリソースアグリゲーター VPP と呼ばれるものは、その需給バランスがうまく整わなかった場合に仮想発電所として、いわゆる電力系統側がこれちょっとバランス悪いからちょっと電気減らしてとか電気増やしてとか突然来るんですね。突然行くけどなるべく15分間ぐらいで反応してねみたいな感じで要求が強いのでだいぶガチンガチンの、通信でつないでないといけないでこれをやろうと思うと高速反応させないといけないのでだいぶ費用対効果が大きくないとできない。そうなるとどうしても民生でできないだろうなと思います。第一、我々はですねこの1か所ずつの通信をですねもう100円以下です月額多分リソースアグリゲーターをやろうと思うと、この通信台1箇所あたり大体5000ぐらいでずっと引っ張ってないと高速反応ができないはずなんですよね。でやっぱりそれは高圧側に行って、我々低圧側は別のアプローチが必要になると思ってこうやってます。で沖縄ではその電気に占めるその民生需要の割合が7割ぐらいあって、本土と逆転するんです。本土は産業用の電気の方が大きいんです。なのでやっぱりその私は徹底的なその暮らし側の電気の需給バランスっていうものを磨いていく。でこれから電力小売自由化も増えてきてましたし、その再エネの普及っても増えてきていて、現状はですね、左上の図のように電力需要が乱高下して、でそれに追従するその電力供給側も各発電機は非効率運用を強いられて、で系統ネットワークとしてはそのリスク対応を求められるような形で、これ全部、発電機は非効率運用で、リスク対応は保険料を何か積まないといけない。沖縄本島でいえばですね、どでかいガスタービンがあるんですよ。ピーク対応用何かあった時の非常用電源として通常のでっかいガスタービン発電機っていうのがあるんですけど、年に動かすのは2回ぐらい、毎日のためなんで普通動かないんですよ。ああいうのずっと設備として抱えるんですよね。ネットワークはリスク対応として。でそういうものがこう何ていうんですかね、電気料金の上昇につながって、これ制度で認められてますので、当然電気料金手当すればコストになって、そのコストが電気料金の上昇につながっていくということになりますけど、私は逆に需要が乱高下しないようにするために、このようなオレンジ色のような、調整できるような電力需要、供給と需要のバランスを整えるために、供給側は今まで発電機なんで何でもできます。で需要側はもう成り行きでした。成り行きじゃなくするためにオレンジ色のような調整できる負荷をたくさん内在させて、それで需要をコンスタントにしていこうと思っています。そうなれば、供給側の発電機は効率運用になりますし、もはやネットワークとしてのリスク対応を不要にしていくということを考えています。そうすると電気料金で低下するんじゃないですか。この島で言えば 75% までどうにか努力できれば25億円赤字解消できるから、各離島ごとトータルすると年間70億円ぐらい赤字なんですよ。それ解消したら沖縄住民さんの売り上げ、電気代、販売額のですね 4% ぐらいに匹敵して、じゃあ単純にこう 4% 減ることはないですけど、その分やっぱり電気料金が減るっていうことになるんじゃないですかって思ってます。で私はその一つの家庭、将来的にはですね、毎日あった時いつでも電気供給ができる小売事業者と、これも化石燃料由来であって何でもいいんです。でそれじゃなくて、私が再エネサービスプロバイダーですと事業と呼んでるものは、屋根上の太陽光を由来としたエネルギーで蓄電池、エコキュート EV 充電器でエネルギーを供給する。でもこれはいつでも供給できるわけではないので、なんていうんですかね、ごめんなさい、安く供給するために、1円でも安く供給するために工夫します。ただ、いつでも供給できるように、その予備機をつけていくということはしません。安くするために、安い電気を供給するために、そういったことはしない。ある意味、無責任な電力供給になります。責任を持った電力供給は、あくまでもその小売事業者側がやってください。こっちは安い電気をお届けする。こっちはしっかりとした電気をお届けする。それを送配電事業者とネクステムズのようなエリアアグリゲーターがその4社です、4に一体で支え合ってですね、エネルギー供給をするというのが理想的ではないかなと思っています。でそれらのものを実現するために、今日いらしていただいたこのエコパークというような、実証拠点ですけど、そちらで検証を進めてまいりました。でこれ日清システムズさんというところが作ったコントローラーなんですけど、このコントローラーを中心に置いて、であと家庭用の各家電が、いろんな家電がエコネットライトと呼ばれるようなプロトコルでつながるというのを検証してまいりました。でちなみに各家電側はですね、本当はもうちょっとこんなふうに動いたらなって思ったら改造してもらえればいいんですけど、改造品ってやっぱ高くしか割高にしかならないので、やっぱりある程度ごめんなさい、基本的に改造品じゃない一般補給品でどこまでコントロールできるかっていうのをやっていきます。で各その家電に合わせるようにこのコントローラーにはいろんなインターフェース LAN とかですね、あと RS485 とかで USB とかですね、あと Wi-Fi、LTE、Y3 とかですね、いろんなインターフェースでつながる、こっち側が合わせに行くっていうことを考えてやってます。もう少し時代が流れていけばですね、ここの規格統一っていうのができるようになってくると思いますけど、今はいろんなインターフェースを用意してとりあえずつなげないといけない。つなげた後はエコーネットライトっていうような言葉で喋りかけて反応するかどうか見る。そしたらじゃあ今動いて、今は止まってとかいうような制御を繰り返していくというような形です。であと上位のクラウドシステムを立ち上げて、そこでの通信、さまざまなもう安くコントロールするために安い通信というものを追い求めて研究してきましたけど、結果的には 5G が出るぞってなった瞬間に LTE がガンと安くなったので、今 LTE で実装できています。それが月額100円で通信できています。でこの辺からは、確実に制御、監視制御ができる、しかもそれを安くできるというものをうまく磨き上げるために、コントローラーを屋外で設置してつなげて監視制御するというのを実現してまいりました。でエコキュートとか電気温水器をどうやったら制御できるのかというのを探求してまいりました。単純にそのお湯を作って溜めてそれを使うだけの機械なんですけど、溜めるタンクのサイズ、容量によっては動き方が変わってくるんですよ。そういったものをこういったコントローラーで読み取って意図したように動かすようにしたい。そうなればここにやっぱりメモリーがあって、動き方のこういうふうにして動かしてよっていうようなお作法をここで読み込ますんです。この機種だったらこんなふうに、例えばこの機種だったら動けっていう前に動かすかもぐらいなことを一回言っといて、その後に動けって言わないと正しく動かないとかですね、そういったものをここに覚えさせないといけないんです。でしかもそうなると機器がどんどん更新されたら毎回毎回国家機関に来ないといけないじゃないですか。これ何万台、今200台宮古島で復旧させてますけど、毎回毎回書き換える作業も大変なんで、じゃあリモートでここ書き換えられるようにリモートメンテナンスの機能も必要だねっていうことで、今これは通信から中身のプログラムを書き換えられるようにしています。そういったものとかをどんどん進化させていきます。で、あと太陽光をどうやったら安定化させきれるか、あとその、いろんな実験をして、実際に系統を接続するための試験を行ったり、で蓄電柱やったり、先ほど申し上げた通信の試験をやったりして、安く確実に完成をするための技術を磨いていきます。で、クラウドシステムがあったり、これも一種ですけど、そういった安い制御をやったり、でこれは後でお見せしますけど、安く太陽光を設置するための工夫をしたり、あとエコ給湯を設置コストを下げるための工夫をしてみたり、宮古島地下水に対応するのでエコ給湯は石灰が詰まってしまうという現象があって、それを詰まらさないようにするための試験をして、実際にもう長いもので3年やってますけど、もう詰まらない。宮古島ではそもそもエコキュートはですね、2、3ヶ月ずつもらっていうのが評判だったんですけど、もう3年間安定運用してきてますので、我々の検証した技術は確かだと。であと高いところにお湯を届ける実験をしたりということをいろいろやってきました。でこれはちょっと一色ですけど、EV 充電器、ここパナソニックさんの LC 部という EV 充電器なんですけど、これ外部から充電電球コントロール13段階ぐらいカチャカチャカチャ上げたり下げたりできるんですね。もちろんオンオフもできますけど、充電してる電球を 1.2kW から 6kW まで13段階ぐらいでコントロールできます。で何があるかと、例えばこういう真ん中のものですね。これから2030年に向かって EV100 というようなスローガンを抱えている事業体がいて、例えばその宅配業者みたいなの全部 EV に変えます。それいいことかもしれませんけど、それが夕方全部その EV が帰ってきて、みんながこう充電つないで一斉に充電が始まるとドッカーンってその充電電気が発生しますので、それがあんまり良くない。でひょっとした排電線をもうやり替えないと、もう容量が合わないということもあるかもしれないので、そうじゃなくてちゃんとその現場のこのコントローラーが例えばその、EV が10台つながっていて、本当余力としては3台分ぐらいしか、そうじゃないとピーク更新してしまうぐらいな設定もできるようになってるんです。でそういった設定をすれば、じゃ3台ずつなので、最初来た1、2、3台まで充電して、こいつが1台目が終わったら4台目が充電始めて、2台目が終わったら5台目が充電始めてみたいなことをやれるようにしてるんです。こういったこともまあ必要ですね。あとは、先ほど申し上げたように蓄電池を主力の、普及品にしたいと思ってるんですけど、そのためにはいかにその設置コストを安くするかということを考えて、一体式のラックにこれは、オムロンさんバージョン、これはパナソニックさんバージョンですけど、一体式のラックに設置して、これをキャスターで運んでガチャッともう置くだけで設置できる。あとはもう配線つなぐだけ。家のあれですね、作ってこう近いですね。そういうタイプのものを、まあ後で実物を見せますけど、そういったものを作って、そうなると通常その宅内に設置しないといけない蓄電池をですね、屋外のこの金属製ボックスの中に入れないといけない。そうなると温度が上昇して、その蓄電池が劣化しそうなんで、そのために温室を試験をしてですね、それをデータを取って、でこれでもその10年間の保証がメーカーさんできますかっていうような交渉をして、メーカーさんとそういう約束をしたりして、そういった開発もやっています。これも設置コストを安くするための工夫ですね。あと太陽光も、設置コストを安くしながら、しかも我々第三者所有で人様の屋根上に太陽光を置かしてもらう立場なので、その人が引っ越してしまえばどっかさないといけないかもしれないじゃないですか。そのだけの一節の容易性も確保するために、非常にパーツが単純化になるように工夫しています。でなおかつですね、もう南向きの太陽光というのはもうやめ始めていて、南向きに向けてもですね、確かに年間発電電力量一番期待できるようになると思うんですけど、もはやそのだんだん真っ昼間のですね、太陽光が余り始めたらもう行き場がなくなると思ってるんですね。それよりは長い時間使える方がいい。だったら朝早くから夕方遅くまで粘りに粘って発電し続けて、その人が家で使う時間をとにかく時間を長くするということを考えると、今もう東西向きに太陽光を向けるようにしています。東西、はいはい、そうですね。東西南方、朝と夕方。で沖縄の特徴を生かせば低傾斜角が選べるので、今は5度、傾斜角は5度を選んでますね。であと、通常その、鉄筋台風常習地でシロアリも常暑地域は蒸し暑いので、シロアリの発生も多いので、木造住宅っていうのが少ないんです。もっぱら鉄筋コンクリート住宅なんですね。そうすると平らな陸屋根っていうのが多いので、我々としてはその平らな陸屋根にあったしかもこの低コストの設置方法というのを求めています。で今までは通常そのケミカルアンカー方式っていうのは大体その12ミリぐらい 1.2 センチぐらいの、そのネジをですね、大体6センチぐらいの深さの穴を開けて、そこに接着剤を流し込みながらネジを止めて、そこに画材を構築していくという方法なんです。これ、中の鉄筋が錆びたらですね、後で雨漏りするんですよ。5年目10年目にして雨漏りするのが多くてですね、でそれで今、ビス式っていうのに取り替えようと思って、これは築50年の住宅で実験してますけど、通常の引っ張り荷重の2倍ぐらいの引っ張り試験もしてますけど、びくともしない、老朽した50年ぐらい、すでに老朽したコンクリート面でも大丈夫っていうような試験もしたりしてます。あとカーポートもですね、通常買おうと思ってたら2台分、1世帯分ぐらいの太陽光パネルを貼るので、大体車2台分ぐらいのスペースが必要で、そうなるカーポートを買おうと思ったら大体100万ぐらいしちゃうんですね。でこれを目指せ10万円でやろうと思ってて、どうやったら10万円でできるかなと思って工夫をしてる。で我々はそのような技術アイテムを揃えてきましたので、宮古島未来の家を普及して NEXTEM がそれを整備実証するというものを沖縄電力さんと2018年の10月10日に協力協定を結んでですね、で沖縄電力さんに見せるというような構図を2年ぐらい前から取り始めました。準備が整ったので2018年に、市営住宅40棟、202戸に対して 1.2 メガの太陽光と 850kW ぐらいのパワーコンディショナー120台のエコキューと、これ全部今でももちろんつなげて利用してもらっています。で2019年には同じく福祉施設10か所ぐらいに太陽光とエコキュートを設置しています。で今年度からは太陽光蓄電池がメインになってくるので、まあ、戸建て住宅今年度と来年度にかけてですね、もうこのような数で普及展開を図っていきたいと思います。で我々はもうグリッドパリティ、つまり太陽光が放送してもめちゃくちゃ安くなってるんですよ。もうめちゃくちゃ安い、びっくりするぐらい安い。嬉しいというか、ちょっと怖い。正しく普及すればいいなってちょっと心配になるぐらいめちゃくちゃ安い。もうすでにですね、これ経済産業省で2018年で出しているグラフなんですけど、2030年までこの領域になりましょうって言ってますけど、まあ、そもそも我々もここまでたどり着いてるんですよ。めちゃくちゃもう安いですよ、太陽光。太陽光のみだったら。太陽光のみだったらもうめちゃくちゃ安い。ね、下手したらもう本当に10円パーキロワットアワーを下回るぐらい、発電原価が安くなってます。で、それに、その蓄電池を備え付けたら、安い太陽光で蓄電池に充電して、蓄電池のコスト分が乗っかってきて、で、利用料金になる。でそれが、外から電力会社から電気を供給する電気代と比べて同等であればストレージパリティです。我々はすでに同等、なので電力会社から電気買ってくるよりもひょっとしたらその太陽光と蓄電池でやった方が安いかもしれないという領域にも到達してます。こうなるといろんなことをやっぱり分散型電源がもう不可逆的に止まらない可能性があるので、私としてはそれを推進したいというよりはしっかりそれを普及させるように考えてやっていかないと早い者勝ちみたいになったら困るし、それが例えば無制御で成り行きでやりたい放題やれると電力ネットワークとしては持たないしっていうのがあるので、やっぱりしっかり普及させて、しかもずっとこれは制御し続けてその普及が平等になるようなことを考えていかないと。少なくとも我々は無料で設置する普及プランを持っているので、普及プランで今推進していっているので、お金持ちだろうとお金持ちじゃない方だろうと利用者に手を挙げてもらえれば我々は設置しに来ます。なのでそこは普及の平等性を保つ。この領域に到達したっていうのがさまざまなパラダイムシフトが起こる要因になっている。あれですね、朝と夕方になるようにっていうのも自分のことで考えれば昼間の南にやるのが一番発電量多いんですけど、南向きにして発電量最大にすればいいじゃないですか。ただそれはお隣さんも、ね、お向かいさんも太陽光を入れ始めるとみんな喧嘩しちゃうようになるんですね。でそれでなるべく発電時間を長くするっていうことを考えれば当然東西向きになっていく。太陽光はですね、今キロワット10万円ぐらいの話をしてますけど、もうちょいと20年ぐらい前までキロワット100万円超えだったんです。あの頃はもう物が高いので発電した電気は高級品なのでもう1ミリも捨てるなぐらいの感じだったんですけど、まあ、今はもう安くなったんでもうちょっと適度なロスを放出しながら安定性平等性側になんですかね、目線を向けたらいいんじゃないかなと。まさに普及したからこそ出てくる課題だとか取り組みだとかっていうところですよね。そういう意味ですね。でそのうちの一つの方策として太陽光のみで安定化させたいんだったら一つの方法があります。これは常時出力制限って私が読んでるものですね。で年間を通してこれ宮古島のですね1分周期の日射量を1年間分バーって並べました。一本一本のヒゲは1日だと思ってください。それがわーっとありますけど、そのうちの赤い部分だけパワーコンディショナーですり切って交流電気として取り出して利用する。青いところはすり切って捨てるんです。超もったいないことをしたかのように見えますけど、このすり切った量ってそもそもトータルしても年間投資としては 10% 分ぐらいしかないんですよ。しかもなんか階段上に年間通して階段上になってますけど、毎月 90% のその発電量を確保するっていうのを階段上にとってもこんな感じなんですね。つまり、10% ロスを確保すればかなり安定化するっていうことができます。でそれを日中の窓で見るとこんな感じですね。24時間窓で見たらこんな感じで、青色のところはすり切って捨てる。これを考えています。そもそもその太陽光って自然エネルギー由来なので、やっぱそのマックス発電してる機会が少ないんですね。でその、高い領域のここの出力の高い領域はあんまり出ないかもしれませんし、出たとしてもこういう変動しながら出てくるんですよね。そうなると揺れがもう主な原因になってしまいます。なのできちっとすり切ることで平らな出力体を取り出せる。でなおもこう余る時間帯でエコキュートを同時に動かす。それを一つのコントローラーで太陽光のエコキュートも動かすようなことができれば、こういったことが実際に運転できるようになるんです。実際我々やってます。でそれをやり遂げた格好はこれですね。2018年にやった市営住宅40棟、パワーコン台数としては158台、キロワット数トータルとしては858キロワット分のトータルがこれですね。で青色がこのブルーがやってない日、グレーがやってない日、赤がやった日ですね。かなりその平らな出力体、日の出とかもね、ふわーって出力上昇してきて、日中はちょっとガタガタしますけどコンスタントで、でひどい日没とともにふわーっと出力を絞っていくというのは、まあなんかも安定電源って呼ばれるものじゃないかな。で内訳をたどると40箇所のうち3箇所分のサンプルですけど、こういうふうに平らな出力体があって、時たまこう出力がこう少しめべってしまうようなひげがありますけど、それはお互い補完し合って、トータルとしてはああいう緩やかな台形のような形になる。だから理想的です。ほとんどの日でそういうふうな運転ができるんですけど、ただイレギュラーな日になるとですね、結構10キロぐらい離れてる場所でも結構同調して動いていて、結局トータルとしても数分間ぐらいガンと出力下げるようになる。これおそらくこの宮古島、幅20キロぐらいの島なんですけど、そこに真っ黒い雲が非常に高速で南側から北に向かってこう呼び出てるような、そしたらドーンと出力下がってふわーっとまで出力が戻ってくるんですけど、そういうことが起こっただろうなって思うような日もありました。この時はもう対応できない。でもこれって結構系統側にとっては怖いんですよね。いつ来るかも分からないし、でなおかつすり切ろうと思ったら下から急減されるともはや手の内容がない。すり切ってオーバーさせるから初めて効力を出すんですけど、それが出せなくなる。でなおかつ先ほど申し上げたように、これたくさん一連に並べてますけど、市営住宅40か所分のいろいろ年月上昇抑制の成績を並べてるんですけど、結局この日ここは成績いい方です。すり切られるところにたどり着いてます。ここ成績悪いです。すり切られてない。でトータルするとここに到達してるはずなのに40箇所分の合成出力はたどり着いてないんです。この下がりって何だろうかなと思って途中から分析したら、これは電圧上昇抑制で、ここはですね、ちょうどこの市営住宅のお隣さんにちっちゃい住宅用の太陽光があって、こいつが強いんですよ。めちゃくちゃで強くてめちゃくちゃ電圧上げるんで、ここ負けて上げきれないんです。お隣さんの影響を被るんです、そういう事態に、なりかねないです。置く場所もここは考えないといけない時代に変わってくる。でもそれは選べないじゃないですか。そうですね。それは下手したら電力会社が敷設した配電線路のせいかもしれませんけど、太さもありますしね。それを電力会社に言ったってしょうがない。これをですね、電力会社に言って手当てしようとすると、その手当ての分託送料金が上がって結局電力料金が上がるので、やっぱりそういうことを一事業者としては主張したいでしょうけど、やり始めたら結局電気料金が上がるので本末転倒なんですね。なのでこれをいかにこう解決できるかっていうところが課題になります。そこで蓄電池ですね。ちょっと細かい絵を描いてますけど、何がしたいかというと、太陽光発電しますね。でそこに蓄電池もあります。負荷もあります。そういうことを考えると、太陽光の余った電気をですね、蓄電池で吸収しながら一定的に売電するとか、一定的に回電するとかですね、そういったことができるんじゃないかと。でこれをやれば非常に安定した電力系統が、電力ネットワーク側として安定した電気の出し入れが想定できるんですね。しかもこれを1日1回のスケジュールでこんなふうに運転しますって決めておけば、もはやその予測が非常にやりやすくなるっていうことですね。こういった形で太陽光と蓄電池でこういう一般家庭、1個の家庭の中でもですね、こういう運転ができるようにならんかなと思って我々トライしています。でしかも電池があるので、実は電圧制御というのができるので、このお隣さんの影響を受けて電圧上昇して発電できないっていう失態を回避するために、ずっとその、力率制御とかですね、電圧制御を用いてですね、その電圧上昇をキャンセルしていくというのが可能になります。それを実現する手段としてはスマートインバーターというキーワードです。これがIEC の61850っていうので、決まってる12項目ぐらいの、機能のグラフですけど、これはその中でもその有効電力オフセットってさっき言ってた売り電回電をそのコンスタントにしていくっていうのを機能開発してます。これパナソニックさんが実際にもう開発終わっていて、今試験所の方で試験してる最中です。でそれに加えて力率、遠隔から力率をこうチューニングするコントロールとか、ボルトバール制御、時短の電圧、受電点の電圧を見ながら無効電力の放出、そういったのが可能な機能を実装しています。これイメージとしてあれですよね、太陽光発電のパワーコンディショナーが持つ、制御する機能、厳密に言うと太陽光発電パワーコンディショナーもできますし、蓄電池パワーコンディショナーもできます。どちらかというと太陽光は、簡単に言うと片方向しかできないんですけど、蓄電池の場合は両方できるようになります。じゃあそれを我々検証しないといけません。そのための舞台を作りました。それが地域マイクログリッドですね。これ宮古全体のうちの来間島の場所を位置してないんですけど、来間島はここにあったら宮古島はこんな感じであるんです。で宮古全体が台風で停電します。来間島は一番発電所が遠い地域に位置するので、復電するときに発電所側がだんだんこう同心円状に安全確認しながら復電、安全確認しながら復電ということをやっていけば、来間島って大体3日後ぐらいなんですよ、順番が回ってくるので。3日間ちょっと停電しっぱなしなので、これ毎年やります。なので宮古島どんどん停電したら、来間島だけ宮古島本島から切り離して来間島だけを単独グリッドにしながら、これは沖縄電力さんなんですけど、沖縄電力さんのマイクログリッド蓄電池、系統蓄電池で電圧源として立ち上げて、この島をなるべくもう早く復電してしまおうという試みです。でそこの中で地上設置型のメガソーラーのような発電、太陽光は入れません。全部屋根上の太陽光で、屋根上の太陽光だけで、この島はですね、実はこんだけ島の面積ありますけど、住宅エリアはこのぐらいだけなんですよ。こっちが台風の時風当たりがものすごい強いので、この辺に人が住めないんですね。最近ホテルが進出してきて、この辺に建ててますけど、多分次の大きい台風で大丈夫かなって心配なんですけど、この住宅エリアの中100世帯あるんですけど、そこの40世帯の我々は今年の太陽光蓄電池リレーです。ですでに20世帯分ぐらいにはすでに太陽光、屋根が芝居での太陽光が入っています。で結構な密度で太陽光が入ります。成功すれば年間を通じて 55% は再エネ化できます。目指している将来像ですね、ここで生み出します。島なんで件数が少ないので、ちょっと焦げばすぐたどり着いてしまうという、まさにその充実なモデル地域なんですけど、そこの中でこんだけ太陽光が密集するので必ず電圧上昇を起こします。でせっかく入れた装置がですね、うまく動かない、期待した通りに動かない、ずっと抑制食らっているという状態に陥ってしまうので、それで蓄電池を使って電圧制御もしながらうまくこう電気、余剰電力を逆調出したいと思っています。でそこでこの、MD 蓄電池とここがリンクしながらこういった形でリンクしながらですね需給バランスを整えていくんです。これは変異常時もやりますし、もちろん単独グリッドとなった非常時もやります。非常時の時にどのくらいのこの再エネ発電、多分太陽光がメインで非常時は行かれると思うんですけど、どのくらい何パーセントぐらい入れようなみたいなイメージがあられてみ、100世帯中40世帯の全世帯です。やっぱり全世帯入れられていってうまく。はい、平常時も我々は太陽光と蓄電池あるいはエコキュートを設置した場所から余剰電力が上がってきて、あと今まで従来の太陽光のものも太陽光発電出ますし、はい、それを蓄電池に吸収しながら、うん、なるべくこの島の中だけでエネルギー自給率を高めるべくコントロールします。でも宮古本島からのバックアップを受けているので、平常時は、バックアップを受けているので困りはしません。はいでもちろん、設置できてない家もあります。老朽化とさまざまな事情でですね、太陽光一切入ってない住宅もございます。でそれを、非常時、台風停電の時には宮古本島から切り離してこの蓄電池が自立運転をしてですね、はい、こいつだけで地域非常用電源として電気を復電します。でもちろん台風の最中であれば真夜中とかですと太陽光も発電しないので、もうあくまでもこの蓄電池にたまった電気の分だけで供給しようとします。で翌日大体台風が通過していけば晴れ間が出てくるので、晴れ間が出てくれば発電してたまった電気をためて、でそれで出し入れしながら賄っていく。毎日不足したら一応小型のディーゼル非常用電源を持ってます、はい、そこで補充電して、長期間持たせています。我々どもの計算ではですね、年間どこで停電が起こったとしても、おおむね 98% ぐらいの確率で電気供給を継続できるという計算にはなっています。ただあと 2% はいわゆる元気症ですね、全くどんよりした雲がもう 2、3日続いてしまってほぼ発電できないというケースは考えられるので、その場合にはやっぱり電気供給はできないベストエポートです。できる分だけ停電時間を短くしますっていうような。今回マイクログリッド蓄電池が新しいということになってくるんですかね。ここのマイクログリッド蓄電池というよりは、このバランスですね、この両方、この技術はですねもう従来ずっとやってきました。沖縄の離島で、はい、新しいエッセンスも確かに新しいエッセンスも多少ありますけど、メインはこのやり取りだけで全部賄ってしまう。新たな土地を占有したメガソーラーも入れない、放射も入れないで、なるべくそれでも再エネ率を高めながら、しかも島のレジデンスをつなげていく、そういうことができるようになると、例えば宮古本島とのこういった MG 蓄電池と家庭用太陽光蓄電池のバランスですねができるようになると、こういうのを宮古側にたくさん入れていけばですね、将来それぞれが単独グリッドとして立ち上がるようになるので、台風からの復電が全部早くなってくるわけなんです。でそういったことに、いろいろさまざまな建物形態に合うような補給のさせ方っていうものをいくつか編み出してきていて、それは今回設置していく作業が11月から始まります。これはあとそれをネクステムズと宮古島未来エネルギー、沖縄電力と宮古島市でコンソーシアムの契約も取り付けてありまして、これ順調にこれから進めていくことです。で我々どもがやってる再エネサービスプロバイダーなんですけど、今までの太陽光発電で上から従来型の再エネの普及というのは確かに一部のですね気候変動問題とかに対応できてたはずなんですけど、我々も設置したものを責任を持って保守管理していこうと思ってますし、需給バランスも整えていこうと思ってますし、そういった面で地域の経済活性化、雇用の創出等ですね、あと効率を安くする住民サービスの向上で、毎日会った時にも電力供給できるようにしますレジデンスの向上で、しかもその再エネ主力電源化でやってます環境負荷の低減で、それを補助金に頼らないように努力してきました社会保障の低減で需給バランス毎日整えてますということで、安定性電源につながるようなことをやっていくと、結構いろんな SDGs にかなうような事業として成立するんじゃないかなと思っています。以上で私の事業概要説明を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。車島楽しみですね。うん。車島の人がみんな設置してほしいなって言うんですか？あ、ですね。車島の地域非常用電源の地域マイクログリッドをする。これ誰一人反対します。それはいいこと。もう停電はなくなるのかって言われたら停電はなくなりはしません。短くはします。ただ自分の家に太陽電源となるような太陽光と蓄電池を貸してもらえますか。で地域非常用電源がもし運用できない場合にも自分の家に蓄電池があったらそこの中でも第2のバックアップになるので入れませんかというところに手を挙げてくださる人がいますけど、さまざまな事情といったのは多くがですね老朽化住宅ばっかり持っていって、しかも高齢者が多いので「私話分からんさ」って言って「家も古いから私も古いし家も古いから」って言って契約しない人はたくさんいます。理解はありますけど、それを了承するかどうかっていうのはその方の条件によって変わりますよね。なんか停電が多いから他の地域よりも嬉しいなとは思うんでしょうかね。蓄電池に関しては、確かにもうニーズは高いです。EV の新たなチャレンジですね。量がまさにおっしゃったように充電する時間帯がある程度一緒になってしまうと、本当に恐ろしいことに本末転倒のピークが上がってしまうということなので、あれはもう必ず対策していかないといけないけど、誰も嬉しくない。この方々の基本料金高くなるので嬉しくないですし、電力会社とって嬉しくないんですよね。配電線をやり替えないといけない。あとあれですよね、お聞きしていて目的が全体のコスト、社会コストという全体のコストの低減なので、太陽光の作り方から先ほど EV の懸念のところから、やっぱり電力会社さん、送配電さんとかなり協力していかなきゃなかなか全体最適になるというのはなんか、もちろん需要家側にこういうアプローチをしていくって、今の電力会社が簡単にできる領域でもないですし、アグリゲーターと呼ばれる人たちが制御だけっていうのもやっぱりたどり着けないでしょうし、なので我々の強みは一番冒頭に言ったようなアグリゲーターのような制御もしますけど、実際の普及もやってるって新しいビジネスモデルっていうのが強みなんですね。両方やってるからこそたどり着いて、ラストワンマイルを詰めてるから、ラストワンマイルをちゃんとたどり着けるような格好のものになってる。そうですよね。今の普及することで量をちゃんと確保して、それをちゃんと制御するようなリソースアグリゲーターさんが役割分担にいってて、しかもやっぱり島とかその地域ごとにやっぱりソリューションが変わってくるんだ。太陽光の多さだとか風力の多さだとか、今みたいに需要の使い方のお客さんだとか、あとは今の石灰の性質が水として出てきちゃうだとか、そうなんですよ。お隣の石垣島は石灰の心配一切ないです。またもうあそこはダムなんで、沖縄の中でも違うんですよね。見てくれてありがとうね。あいあいさ、次は宮古島のことの現地調査に行くから見てね。ありがとうね。宮古島未来エネルギー、希望への未来エネルギー、太陽光蓄電池設置サービス、電話799-005。ありがとねー。